レオナルド・ダ・ヴィンチの書いた、リボールド艦16世紀頃のポーランド軍が所有した、20バレルのボレーガンボレーガンとは、いくつかの方針を束ね、弾丸を一度に正射か連射して放つ銃である。自動装填装置などがないため、現代のガトリング砲とは異なる。実際には、大砲から三弾を撃った方が有用であった。大砲のように取り回しできず、再装填も時間がかかり、照準もできず、 点火機構などが複雑で、方針も複数あることから整備性に難があり、不発もよく起こった。さらに不評が扱うには、反動が大きいため捨てれた。オルガン法は、1339年の百年戦争で、イギリスによって、初めて使用された。16世紀から17世紀にかけて、スイス、ドイツ、ポーランドなどが多方針の方を使用した。18世紀になると、 フリントロックマスケット銃ロックガンが開発された。これは7方針で一度に7発撃つことを想定していたが、しばしば不発が発生した。また、射撃した兵士は、その反動から肩脱臼鎖骨骨折を負うことがあった。船の特定の場所で使用した際、複数の方針から出た火花で火事になる可能性もあった。また、この時期から19世紀まで、 ハンドガンサイズのラックスフットと呼ばれる放射状に方針を備えた銃も開発され、一体多数を相手にする必要がある銀行の警備員、刑務所の警備員、船員の反乱を恐れた船長に重宝された。19世紀半ばに2つの注目すべき大砲サイズのボレーガンが開発されたが、両方失敗に終わった。一つはフランスで開発されたミトライユーズ。 もう一つは1860年代にニューヨーク州民兵の将軍オリジェンバンデンブルグが開発した銃機関重用の50キャリバーを撃てるライフル方針を85本並べた方である。ありがとうございます。